晴れやかな表情で登場した富田姉妹。新潟市のホテルで開かれた北京オリンピックの祝賀会に出席し、後輩や支援者の前で感謝の思いを述べました。この4年間怪我とかもたくさん続いてて辛い時期多かったんですけど、でも本当にたくさんの方に支えていただいて、この結果を残すことができました。私が今できる最大の技を出して5位入賞することができました。私一人だけの力ではないので、とても嬉しく思っています。県勢の活躍に沸いた北京オリンピック。姉のセナ選手は女子スノーボードハーフパイプで日本勢初となる銅メダルを獲得。妹のルキ選手も初めての大舞台で5位入賞を果たしました。セナ選手はメダリストとなり、普段の生活にある変化が生まれたといいます。なんかいろんなとこで見られてるなっていうのは感じたりとか、はい、ずっと海外行きっぱなしでいろいろ病院とかも行けてなくて、はい、病院ってやっぱ名前呼ばれたらちょっとざわざわってなって、ね、ちょっと恥ずかしいそうですね、はい、なるほど。ルキ選手は早くも次のオリンピックを見据えていました。一年一年しっかりトレーニングも技の技術も上げていって、4年後のオリンピックにまた出れることを目標に頑張っていこうと思ってます。常に姉越えっていうふうに思ってるので時の人となったこの人は平野歩です、平野歩夢選手や弟の海舟選手は後輩たちへビデオメッセージでエールを送りました。納得いく滑りを見せれてよかったです。会社の皆さんも、夢に向かって諦めず突っ走っていってください。応援ありがとうございました。憧れの先輩なんで自分もああなりたいなと思いました。セナ選手もルキ選手も活躍していて、やっぱりかっこいいなっていうふうに思ったので、自分も同じ場所に行けるように頑張りたいと思いました。祝賀会には平野選手の父秀則さんも出席。海市国際高校スノーボード部のヘッドコーチを務めていて、今後も子どもたちが夢を追える環境を作っていくと決意を述べました。緊張して見てました。親として緊張して、はい、彼らが、選んだ道、またはその、これから挑戦したい、ことに対して、全力で、応援して、また私たちもさらに頑張らなきゃいけないなという気持ちでいます。富田せな選手はこの春から母校の専門学校の非常勤講師に就任。今後は後輩の育成にも力を入れます。やっぱり憧れられる選手になりたいなというふうに思っているので、一人でも多く私みたいになりたいと思ってくれる人がいたらいいなと思ってます。県内を沸かせてくれた選手たち、次の目標に向かって再び走り始めています。応援ありがとうございました。ありがとうございました。